皆さんこんにちは。明治大学理工学部物理学科です。この動画では私たち物理学科の紹介をいたします。まず私たちが研究している物理とはどういうものでしょうか。皆さんの中のイメージでは理数系科目の一つという感じではないでしょうか。高校の課程に照らし合わせて説明すると、理数系科目には数学と理科があり、その理科の中に科学、生物、地学と共にある理科の一分野というイメージではないでしょうか。私たちが思う物理は自然を対象にその本質を追求する学問です。従いまして皆さんの思い描いている物理とは少し違うかもしれません。物理以外の理科の科目を眺めてみると、何を扱うかがそのまま名前となっています。化学は原子や分子などの変化、つまり化学反応や相変化を扱うと理解できますし、生物はそのものズバリ生命現象を扱います。地学は地質や鉱物などを扱います。その一方で物理は何でしょうか。物の断りを扱うということになります。つまり対象物を限定しているわけではなく、その本質を理解しようという学問だということです。先ほど申しました自然を対象にその本質を追求する学問というのはそういうことです。原子や分子も生物も地質、すなわち地球自体でも、さらには他の惑星の構成物であっても、すべてひっくるめて自然であり、物理が扱うものなのです。自然を対象にその本質を追求するというのをもう少し噛み砕いて説明します。この言葉が表すように、物理では自然界に存在するすべてのものが対象であり、それを探求するために自然をよく観察し、そこから情報を得るというのが物理学の中の重要な要素の一つとなります。時にはこちらから自然に問いかけをして反応を見る、叩いてどんな音が鳴るか、揺すってどうなるかというように、アクションを起こして応答を見るということもします。これらの行為を実験と言います。実験を通してあらゆる自然現象を明らかにしたいというのが物理という学問です。もう一つ重要なキーワードは本質です。断りと言ってもいいと思います。原理原則にのっとって考えるというのが物理という学問の立場です。対象物や自然現象を一般化して捉え、そこにある法則を見出すという作業です。この時に使うのは論理です。したがって物理学では論理的思考というのが必要不可欠です。物事を論理的に捉え、その結果としてどのような結論が導き出せるか、そういったことを追求します。論理を扱う上で重要な言語が数学です。したがって物理で扱う言語は数学であるとも言われます。物理学では数学を用いて論理的に考え、普遍的な原理を探求します。以上のことを踏まえて、物理学とはどういった学問かというと、自然を対象にその本質を追求する学問と表現したわけです。物理学を学ぶということはどういうことでしょうか。自然を対象にその本質を追求することを学ぶということです。もちろん表面的には力学や電磁気学といった科目群を学ぶということになるのですが、何を対象としようが、その本質を明らかにしようという営みは変わりません。したがって物理学のあらゆる科目において論理的思考力は絶対に必要であり、これを最も重要なものとして学びます。法則や公式を覚えて問題を解くというのではなく、なぜこうであるのかを常に考え、そうだとしたらを積み上げる、その考え方自体が重要であり、それを学びます。そういった論理的思考を学ぶ上で、自然から情報を引き出す実験技術、得られた情報から意味のある情報を引き出す解析技術なども個別の技術として学びます。しかし全ては論理的に考え、結論を引き出すための技術であると総括できます。このような考え方やそのための技術は対象物が変わっても広く応用ができます。物理を学んだその先には、これらの技術に裏付けられた高い課題解決力を持つ人材として社会で活躍してもらいたいと思っています。実際卒業生のほとんどは物理を仕事にするわけではなく、
論理的思考力やさまざまな技術を武器に社会で活躍しています。卒業生の進路の典型例を紹介しますと、このような感じになっています。卒業生のおおよそ半数が一般企業に就職し、製造業が多数を占めています。しかし必ずしも製造業ばかりではなく、非常にバラエティに富んだ業界に就職していっています。近年では IT 系の企業への就職が目立っているという傾向以外にも、銀行やコンサル業界など論理的思考力が力を発揮できる業界は数多くあります。また学問としての物理学の魅力は深く、大学院への進学が毎年4割前後います。物理学科では中学高校の理科だけでなく、数学の教員免許も取れることから、教員志望の学生の人気も高いです。では次に、明治大学の物理学科ではどのような特徴的な教育を行っているかという具体的な説明に移ります。まずカリキュラム体系図をご紹介します。中央に表現している物理基幹科目と物理専門科目を軸として配置し、重要な要素技術である実験と数学を低学年から一貫して配置するという構成になっています。また近年の数値解析ではコンピューターを用いた処理が重要ですので、プログラミングなどを扱う情報系科目も低学年のうちに習得できるようにしています。また国際的に活躍できることを見据え、学術的な内容の英語表現も学べるように3年次で専門の英語科目を設置しています。物理はそもそもが論理的に積み上げられている学問なので、カリキュラムとしてはシンプルで、低学年で基礎を学び、それを土台として高学年で高度な内容を学ぶという構成になっています。明治大学の物理学科の特徴的な部分の一つは、基礎教育が充実しているということです。ここでいう基礎教育は、数学や実験といった物理で使う最も基礎的な素養のことであり、1年次のうちにきっちりと学びます。またこれらは他の理工系学科とも共通する素養なので、理工学部全体で学科の枠を取り払ったクラス編成もされています。つまり物理学科の学生でも電気科や機械科といった他の学科の学生と一緒になって勉強します。基礎を学ぶうちは専門に特化しすぎないという理念のもと、どの分野にも共通に使える基礎知識をさまざまなバックグラウンドを持つ友人と一緒に勉強します。2つ目の特徴は手厚いサポートです。物理学科の科目はどれも難しいです。講義では原理原則を伝え、本質をよりよく理解できるように整理した授業が展開されます。しかし原理的な部分だけでは理解が不十分になることがあります。現実的には実際に数値を当てはめて計算してみるという作業が非常に役に立ち、深く理解するためには必要なことが多くあります。物理学科ではここで丸をつけた物理のほとんどの主要科目に演習授業を併設し、講義と同じ教員が担当しています。講義で説明したことをサポートする形で演習問題が出され、それを皆で解いてみることを通して総合的な理解を促します。さらに赤い四角で囲った1年次の学科専門科目には特別演習を設置しています。これは大学入学直後の専門科目でつまずかないように、授業や演習の内容をさらにサポートするための補修授業です。物理は積み上げ式の学問なので、その初期段階で乗り遅れないように十分なサポート体制を構築しています。3つ目の特徴は、現代物理を支える主要科目である量子力学と統計力学を3年次の2本柱として集中的に取り扱うことです。この2つの科目は直感と反することも多く、理解する上では大変に困難です。しかし3年次の主要な科目として集約することで、全員がこれらの科目を集中的に勉強し理解できるようにしています。もちろんどちらの講義にも演習授業が併設されています。また量子力学と統計力学は相互に関連することも多いので、必ずしも独立した科目とすべきではないとの考えかな、量子力学と統計力学を融合した演習科目も独立に設置しています。このようにして現代物理を支えるこれら2つの科目を総合的に理解できるようにしています。4つ目の特徴は研究環境です。1年次から3年次までに習得したことを総合し、各自独立の卒業研究に取り組みます。明治大学の物理学科では卒業研究のサポートも手厚いです。教員1人当たりが担当する卒業研究生の人数はおおよそ3から5名となっており、少人数教育を実現できています。
これは個々人が取り組む卒業研究において教員と密にやり取りすることができるので非常に好ましい環境といえます。通常学生は初めて専門的な研究に取り掛かるタイミングなので教員の細かい指導は必要不可欠だからです。また15の研究室がありそれぞれが独立に特色あるテーマを持って最新の研究を行っています。一人一人の興味に応じたユニークな研究テーマがきっと見つかります。それらの特色ある研究をまとめますとこのようになります。2022年度現在ではこのように大きく5つの方向性の研究があり、それらが相互に関わり合いを持っています。主に個体のマクロな性質をミクロな立場から明らかにする物性物理や生命現象を物理学的に探求する生物物理、光の粒である光子やそれと原子分子との相互作用を扱う光の物理、雪や氷、大気や地球深部、惑星などを扱う地球惑星物理、理論的な側面から宇宙や素粒子などこの世の成り立ちを明らかにする宇宙、素粒子、原子といった分野があり、さまざまな分野を広く網羅的にカバーしています。いくつかの研究室についてもう少し具体的にご紹介いたします。量子固体物性研究室では銅やコバルトなどの繊維金属元素を含む金属酸化物で特徴的な結晶構造を持つ磁性体や電動電子が多体効果を及ぼし合っている物質を取り上げて異常物性を示す新物質や新しい現象を実験的に探索しています。生物物理第二研究室では活性酸素やフリーラジカルが関与する生体反応について研究をしています。活性酸素による未知の生体反応や生体内でのバランスの変化が健康の維持や病気の発生にどのように関わっているかを研究しています。流体物性研究室では流体の粘り気、粘度をより精密に測定したりより多様な条件、環境下で測定したりするための技術開発に取り組みます。さらに自分たちで開発した測定システムを用いてデータ解析を行い、マクロな流動現象に潜んでいるミクロな物理ダイナミクスを解明する手がかりを見つけます。地球惑星大気研究室では地上からの光学的手法を用いた地球や惑星の大気の研究を行っています。大気光、オーロラ、夜光雲などをキーワードとして大気の発光現象を主な研究対象にしています。素粒子論研究室ではこの世界の最小単位は粒子ではなく弦であるという発想の転換から生まれた超弦理論を使って重力の量子効果と呼ばれる重力理論の未解明な性質について研究を行っています。またこの研究を通してブラックホールの内部や宇宙の始まりの解明を目指しています。レーザー物理研究室ではレーザー光などの電磁波を用いて原子・分子の性質を明らかにする研究を行っています。特に光と電波の性質を半分ずつ持つようなテラヘルツ波と呼ばれる電磁波を作り出し、これを使って例えばアミノ酸の構造異性体の運動状態の違いなどについて研究しています。光物性研究室ではフェムト病の超短パルスレーザーを用いて分子固有の振動状態の観測やそれを用いた生体関連分子のイメージングに関する研究を行っています。また光と物質の瞬間的な強い相互作用を通して物質が示す特異な応答や超短時間域での制御も研究対象としています。皆さんぜひ一緒に物理を学び自然の本質を探求しましょう。